Gリーグ発足から G1 を舞台に戦い続ける横浜 F ・マリノス。数々のタイトルを手にしたチームが2018年新たな改革に出た。こんにちは。オーストラリア代表で指揮を執っていたアンジェ・ポステコグルー氏を監督に迎え、堅い守備が持ち味のチームから攻撃的なスタイルであるアタッキングフットボールへと大きく舵を切った。チーム改革の成果は翌2019年に15年ぶりとなる J1 リーグ優勝という最高の形で現れた。そして王者として臨んだ2020年、しかし連覇は叶わず最終成績は9位に終わった。 I don't want to finish second even though I'm not interested in finishing second for me it's number one or there's no。監督の強い思いとアタッキングフットボールの進化を実現させるために欠かせない2人の男。一歩走るだけでチームが助かるなら俺はそれでもいくらでもやっぱり走りますし、やっぱりフォワードだし、それで応えられるのって得点っていうところだと思うんで。王座奪還を掲げ横浜 F ・マリノスの挑戦が始まった。